皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックさん、今日からは2連戦、ロッテを迎えての連戦なんですが、その初戦でした。今日は6月29日の火曜日です。オリックさん、5対5の引き分けに持ち込んだ、そんなゲームではありましたね。今日先発榊原投手が立ち上がりから苦しいピッチングで失点を重ねて、相手二木投手好投という中での苦しい展開で、0対5から追いついていくわけなんですが、今日のゲーム、試合の経過等はもう皆さんご承知ご存知ですよね。それを踏まえた上で、僕は今日は監督の談話、杉本選手の談話を詳しくお伝えしていこうかと思っております。中嶋監督、まず試合終了後、この記者団の質問、よく追いつきましたね、粘りましたねという質問に対しましては、そうだねという短い答えが返ってきました。で、今日のゲームの中で、やっぱりこう杉本選手のあの2本のホームランが効きましたねということ話を向けますと、それまでは二木投手に対して全くこの点が入る気配すらなかったので、あのホームラン、2本のホームランでこう追いかけていく形ができましたと監督はそう表現しましたね。本当あの素晴らしい2本のホームランだったわけなんですが、でそこから中継ぎ陣の踏ん張りも今日は素晴らしかったですねということに関して、もちろんピンチを作ってもね、しっかりこう0点に抑えてベンチに帰ってきてくれたしということで、こういう試合が先週からちょっと続いてるんですね。でそのことに関して言うと、やっぱり後々こういったところの負担っていうのがね、響いてくる、恐れもあるのでということをおっしゃいながら、やっぱりこう先発ピッチャーがね、しっかりと間隔を空けてこのマウンドに上がる先発ピッチャーが、もう少し自分たちの責任、あるいはこの仕事、本来の仕事ですよね、そこをしっかりと考えてほしいなという先発ピッチャーへの注文という部分での、ね、コメントもありましたね。確かに今中継ぎがこの非常に頑張ってくれていて、今日のゲームもね、山田、圭鈴木投手がしっかりこう相手の流れを止めて、8回ヒギンス、9回平野ピンチ迎えたんですが、なんとかブルペン陣が相手の流れを止める中でという、そんなゲームでの同点劇、引き分けだったんでね、その中継ぎ陣のピッチャー陣の頑張りは称えながらも、一方、このしっかりと間隔を空けてもらっている、ね、先発ピッチャーの責任というところを、もう一度このしっかり見つめ直してほしいというふうに監督はおっしゃっていました。そうですね。で今日は先発の榊原投手に関して、監督はどう変わっているのか楽しみにはしていたんだけども、残念といえば残念ですかねというコメントでしたね。例えばフォアボールであったり、フォアボールをなくす、減らすことであったり、しっかりいろんなボールを扱うというところで期待していたんだけども、なかなかねということでね、初登板というのももちろんあったんだろうけども、という感じ、そんなコメントでしたね。で、今後について、まだ他にも先発候補のピッチャーもいるんで、そこと比較しながらということをおっしゃっていました。監督もね、ファームでここ数試合悪くなかったんでね、期待もされていたんだと思いますが、なかなかこのボール先行でフォアボールを出してしまってからの失点という形で、序盤、なかなかこう立ち直りの兆しもありませんでしたのでね、監督も、今日は期待されていたのにという、そんなことをおっしゃっていました。さて、今日の打のヒーローと言いますか、今日みんなつないで取ったんですけども、代表して杉本選手のこの、談話をお伝えしたいと思うんですが、まずこのホームラン、第17号を打ったのかな、そのうちの10本がロッテ戦なんですね。でこの辺はどうなんですかっていうことを本人に話を向けますと、それも本当たまたまで、たまたまそのホームランがロッテ戦に偏ってるだけで、特に僕の中で意識はありませんという話はしていましたね。ただ井口監督も含めて青山学院の OB が結構ロッテにいるんで、やっぱり同じね、青山 OB としてはいいところを見せたいという思いはありますと、
いうことを話していましたね。今日もゲーム前には、井口監督に挨拶に行ったそうなんですよね。そういったことも含めてね、その先輩がいる中で、いいプレーをしたいという気持ちはあるというふうに話をしておりました。で、ロッテ戦にたまたま打つというのはね、本当にもう偶然で特に意識はしていませんと。で、相手も当然このロッテも打たれているわけですから、対杉本、いろんなことを研究してきてるんじゃないですかということを聞きますと、いやもうこれはロッテに限らず、やっぱり他球団もやっぱり攻めは厳しくなっているんでという話をしていました。で、今日ね、2本のホームラン打ったんだけども、もちろんそれは素晴らしいホームランではあったんですが、やっぱり本人は反省点としては、その他にも、バッターボックスに立つ中でね、三振もあったしというところで、そこをしっかりと反省して明日のゲームにつなげていきたいという話をしていました。最後のバッターボックスもね、追い込まれるまでは強いスイングという感じだったんだけども、そこで三振になってしまって悔しかったというふうに話をしていましたね。今日のホームラン、2本のホームラン、素晴らしいホームラン、レフトへの上段席、あとはややこの崩されながらも前に出されながらもセンターバックスクリーンですよ。これが素晴らしいホームランでしたね。今日はね、ベンチのムード、序盤からリードされていたんだけども、どうだったんですかということを聞きますとね、やっぱり今はもう誰一人諦めていない。だから確かに苦しいゲームではあったんだけども、ゲーム中の円陣でも、コーチからは、今のお前たちなら、必ず追いつけるから、とにかくしっかりと強く振っていきましょうという声がかかったそうなんですが、そういった言葉にもね、しっかりと鼓舞されながら、みんなが、全く諦めていないというムードが今のベンチにはありますという話をしておりました。で、今日、タイムリー放って日米通算1000打点をマークしました、ジョン選手がずっとライトのポジションに行ってね、控えにいるときにライトのファールゾーンに行って杉本選手とキャッチボールするんですよ、ゲームの終盤は。で、あれなんかは杉本さん、どういう形でジョーンズさんがキャッチボール相手に出てくるんですかという、問いがあったんですが、いや、ジョーンズの意思で出てきているんだと思いますという話で、必ずね、終盤ライト線の手前に行ってライトとキャッチボールしてます、ジョーンズね。で、そのジョーンズについてね、本当にチームの中でムードメーカーなんだそうです。で、ジョーンズ選手も随分日本語が上手になって達者になって、今日もなんか選手サロンのメニューで油そばが出たそうなんですが、油そば好きですかみたいな、そんな日本語を言っていて、周囲を和ませていたということも聞いていますんでね、あんなスーパースターが本当にこうチームのムードメーカーになってくれているんですよ。とってもベンチのムードはいいですよという話をしてくれました。そんな中で誰もが諦めていないというゲームの中でね、終盤追いついたというところ、追い越せはしませんでしたけども、劣勢をねよく追いついたのかなと思います。負けなかったことは収穫だったと思いますね。さて、明日のゲーム、これで2連戦ですから、明日のゲームが重要ですね。勝てば勝ち越しだし、負ければ負け越しだし、という感じになるんですが、明日の先発がね、田嶋投手ですね。田嶋投手のコメントが、これはね、文書で届いております。読みますね。この1週間で、調整何か重視したことはありますかという質問に対しては、いいピッチングが最近続いていますので、技術的なところを含めて特に、重視したところはありませんということ。で、ロッテ打線特に気をつけたい選手は誰ですかという質問に対してはもう全員ですというコメントでしたね。で、明日のピッチングに向けては、とにかくいいピッチングができるように頑張ります。結果などいろいろなことは考えずに、自分のピッチングといいますか、しっかりと試合を作れるようにしたいですという、いつもの田嶋投手のコメントではあるんですがね、自分のピッチングをしてしっかりゲームを作りたいというコメント。さあ、明日は、鈴木翔太投手、左腕同士の投げ合いということになりますね。さあ、どんなゲームになりますか。重要な一戦です。本当に今のオリックス、本当打線に反発力があります。で、終盤なんか起こしてくれますよね。それが今のこの、強さにつながっているのかなと思いますね。本当みんなは
リードされていても諦めていないというムードがベンチの中にあるし、それをしっかりと実践して、この終盤には必ずこう点を取るという形に今作れていますので、とにかくある程度先発ピッチャーがゲームを作ってくれれば、今のオリックスは、自分たちのこの今の力でね、ゲームを作っていくことができると思いますので、明日のゲームも期待したいと思います。さあ、明日はどんなゲームになりますか。田島頑張れということですね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。ちなみにラオウ選手、ロッテ製品は好きですかという問いに対しては、僕は基本甘いものが好きなんでチョコパイは大好きですという話でした。